お疲れ様です。ラットです。そしていらっしゃい、焼き鳥です。はい、拍手しようとした。携帯持ってって聞けなかった。はい、というわけでね、今日も引き続きね、昨日も焼き鳥コラボあげたんですけど、今日もコラボやってます。で、今日なんですけど、何をするかと言いますと、絆真っ二つロワイヤル、皆さん知っていますかね。結構、ドズさんとか、キョウキョウさんとか僕やったことがあるんですけど、はい、こちらね、説明しますと、僕説明めっちゃ下手なんでね、頑張って理解してほしいんですけど、ということで、僕たちはテニス、で、僕がビーガンで、自分がこうしてます。僕が言うのはこれが僕です。それが言われてます。で、それを、どういうふうにしてるんですか。で、右肩を取ったら僕です。それが取ったら言ってます。で、ビーガンですよ。まあ、結果的にこっちの近くに行って、キングが欲しいと思ったら、最後、置いてたわけです。上、3000円で寄せてくれて、最後、上げたわけです。で、バッティングマシンが、ここ、どんどん、お金が出てくる。そういう人が、難しいな。じゃあ妨害するか、でも自分が攻めに行くか、でどうやって守るかみたいな。そうそうそう、だから焼き鳥がここやられてるのを俺はもう見とくみたいな。ざまざまみたいな。なんかめっちゃ攻められてる、ね、なるほどねっていう感じですね。はい、というわけでちょっとね、カモン申請1回目はこいつかな。でもね、これやるのに結構真面目に10分ぐらいこう2人でこうガチでガチでさっきデッキ組んだんですよね。ガッチガチで組んだって。よし、結構難しかったから、ね、デッキ分かった、デッキ分かった。でも変なデッキしてる。やばいやばい、それすごくない、それすごくない。よし、いきます。俺が右ね、俺が左ね。左側を落とせばいい、で守ればいい、うん、そう。焼き鳥左ね。あ、考え、同じ、お互い逆にミット出していく。はい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 、オッケーオッケーオッケー。いやー、いやー、いいね、美味しい。違う、それは違くない。いや、お互いカーストしてないのがさらに害悪ない。脆いの出してくるから。エリコで11を焼き鳥側に出してますからね。いいね、いいね、いいね。ちょっと違うんだよね。いけいけいけ、え？頑張れ、頑張れ、頑張れ。いや、これは。いや、これちょっと止まって。あー、よし、いけいけいけ。いいよ。たんばやっちまえやっちまえ。バチが当たったんだけど、待って、え、すべてが戻ってきた。すべて人の邪魔するから。ちょっと待って、俺何の罪を犯したのこれ。こうやってね、まあ、妨害しすぎたりするとね、後々の防衛が苦しくなったりするから。いてー、まだ、あ、でも、あ、いけいけ、休むな休むな。キングおられた場合はこれおられた側が負けるよね。まあ、そっちサイドにしますか。そっちサイド、まあまあまあ11のね、エリゴルを上げます。ユニットを貯めてキングをおられた時のね、判断がちょっとむずいんですけど、まあおられないでしょう、うん、なんで攻めてくんだよこっち。よし、あー、いいね、いいね。ちょっと僕としては、まあ、焼き鳥のタワーを折らせるか、どうにかこう敵に折ってもらうかみたいな。折ってみるか、僕が折るかですね。うん、よしよし、いや、頑張れ相手。いや、いいよいいよいいよ。いや、待って待って、え、これ普通にさ、これ全然よ全然よ、言うてよ。そんな、よし、まあ手助けしてあげるよ。これはね、焼き鳥のレベル12のエリゴレをちょっとうまく使ってね。僕と、おられるじゃん、おられるじゃん、あれ。いや、全然や、全然や。あー、ラムライダーがキング行って、オッケーオッケー。ちょっとね、ここ、一回ね。二つ目、いや、キング行けるぜ。キング行けるぜ。落ち着け、二個目とか行かなくていいから。よし、追いついて、追いついて。え、こうなった場合どうする？今引き分け。そう、これで終わったらまあ引き分けだけど、うん、残り30秒、どっちか取りたいね、気合で。いや、ちょっと待ってよ、ずるいぞお前。もう利用していく。ちょっと待って、利用していく。ちょっとずるいずるい、しかもフリーズっちゃうくね。あっちけあっちけ、お前最初に勝ちかけた。ちょっと待って、ちょっと待っちゃうんだけど、ちょっと待って、一発一発、これタワーダメージに、あ、待って、タワーダメージとか言わない方がよかった、これ。おっ、これタワーダメージでよくない？追加ルール、それ追加ルール。じゃあ今のは引き分け、今の引き分けで、次からあのあれですね、今みたいな状況だったら削った方の勝ち。オッケーオッケーオッケー、タイブレーカーだ、タイブレーカー。なるほど、なるほどね、難しいよ。よしよしよし、次もこれでね。じゃあ俺はしっかな、よし、こいつでいこう。じゃあ勝ちたいね、速攻で入ってね、もう見ないでデッキ。よし、スケナーのね、色が見えたね。マイチ
薄毛が好きなんで分かるっちゃう。あ、今の連打してた。まあ、デッキ分かるのはしょうがないね。よし、OK。よいしょ。僕、右サイドで、右サイドです。積極的に削やん。積極的にいくよ。と思ったところにね、こうやってね。これ、あの、ありがてえ。いけいけいけ、うん。くかんでる、くかんだ。12って、あ、ちょっとやばい。なんだいたい明確無視したの。雪やな。やばっ。めっちゃ持ってこうすんじゃん。いい形が作れてるよ。性格悪くない？いい形よ。じゃあ、じゃあってふざけんなよ。いい形よ。じゃあって、エリゴで足場はずるくない？じゃあってよ。待ってよ。いや、ふざけんなよ。ちょっと待って。いい攻めです。いい攻め。でもこっからなんだよね、正直。こっからマジでおられる可能性があるんだよ、なんか言って。まあ、僕はじゃあ見ときたいですね、本当に。休憩すること大事です、ね、これはね、あれちょっとジャイが止まんないんじゃないこれ。と思うじゃん。と思うじゃん。いやー、いやマジでね、これね、一回休憩っすね。エリポン置いて、焼き鳥人事にエリポン置いてね。ね、なんか邪魔なのあるな。で、これ俺がエリクサーもらって、タワーで焼き鳥がね、痛いっていう。せこくないっすよ、なんか。単体エリゴリだけってさ、めちゃくちゃ性格悪いんだよ、マジで。いや、ミスター、ミスター、ちょっと。本当にそんなとこに出すつもりなかった。本当に性格悪いな、これ。偶然ユニットが溜まっちゃうかもしれない。だってこれ、勝敗って言ったら、性格どれだけ悪いかで勝敗決まりますから。悪い方が勝ちますからね。なんかつけろ、なんかつけろ。ちょっと待って、なんで相手何もしてくれないの。なんで、ちょっと待って、待って、待って。いやー、ちょっと待って。違う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 、なんで打ち勝っちゃった、こういうこと。確かに、お互い打ったのに俺の方が勝ったって意味わかんないこと起きてる。いやでも俺これを守れば勝ちなんよ、言っちゃえば。いやで僕は折るよりも残り1100なんで、こっちを折った方がいいんですよね、横を。僕としては、あ、いいね、ロケット削りはもう折っちゃう、折りに行くかんな。やめて、折るの、折るの、頑張れ頑張れ相手。そんなことやっちゃうと俺降りる。頑張るぞ相手。相手いいよ。待って、ウィークゲ。このカウンターやばすぎ。カウンター怖すぎ。いいよいいよ。一回防衛も大事だぞ。いやこれはね、ジャイ真ん中がうまい。うら。俺が攻めたことによって相手攻めれないワンちゃん。待って、ロケット間に合わない君でも。いい、もうね、守るな守るな、一個ぐらい。守れ。一個ぐらい。しっかり防衛待って。エリゴリちょうだい、エリゴリちょうだい。待ってこれ。え？ちょっと待って。ちょっと待って、それは違うぞ、落ち着け、勝った方性格悪い時言わん方が良かった、これ。やべ、出てるな、性格の悪さが。まあ今一勝でね、1引き分け。なるほどね。リーチですね、BO3 なんで。いやこれ分かったわ、俺勝ち方分かったわ、こっからだわ。いや気持ちいいな、これ勝ってそうですね。いや、もう俺は分かってる。本当に？もう勝った、なんなら勝った。僕も、ね、勝ったと思ってます、正直。協力バトルですぐに友達と遊ぶ。もう俺を申請して、そうやな。いきます。いや、ちょっと待って、リーチ勝ちますよ、これ。あ、なるほどね、そういうやつね。俺が右ね、うん、俺が右ね。まあ、焼き鳥陣地にないと送ります。あー、いいねいいね。いや、まあこれ前にね、これ、あと、これ取れてるかな。あ、ちょっと全然取れてますね。人が攻められてるからって動画の確認なんてドン気にして。いや、これちょっとね、あの、マジ動画画面変わって怖いんですけど。オーケー。あれ、なんでそんな痛いことになってんの。いや、まああえてこれね、ちょっとこう焼き鳥が微妙に何もつけない。あなた、スケルツのことで。なんでこっち来たの、なんで、どういうこと。この人の考えが分からない。なんでこっち攻めてきたの。いい攻めだ。いい攻めだ。いてーよー。ちょっと待って、コストもユニットもなかった。まあ、これはちょっとね、もう学んだから俺は。さっきの試合で何をどうするすればいいの、これ。そんなん言わない、何、ちょっとバレちゃう。まあ、メガネと思ってきたのがね、ちょっとずるいね。まあ、一生一応切る。まあ、落ち着くと。これちょっと、僕勝ちたいんで、一回ね、削っていきます。
カウンター来ないように気づい。はい。削られてる方のサイドから、ね、言ってくれるとありがたいんだけどね。いやーマジでね、こっちにまず、ああ、メガネだね。確実に守るよ、守るよと。いや、どうにかね、勝ちたいですね、これは。ちょっと熱くなってきた。ガチ集中。やめて、ガチ集中はなくない？下は。ガチだ。暇人か暇人か。やべ、こっちにいっぱいコスト抑えてくれないかな。僕としてはね、こっちに守りたいんですよね。お互い逆に出す。意味わかんないな、もう。あ、いいファルチだ。いや、あいつら見たい。え、これちょっとやっかいだな。これスケラ打って、ワンチャン？ワンチャンある？ワンチャン折っちゃえばいいですかね、言ったら。相手があっちに必死になってる時に俺がね、こっちを攻めちゃうと。いや、相手、頑張って。相手頑張って。いけるいけるいける。ちょっと相手、ちょっと待って。いや、いい方がいい。落とせ。落とせるぞ、落とせるぞ。いや、相手守れるね。1100やで。待てよ。落ち着けよ。待て。あれ？まだまだ開かない。落とせないんだ。分かった。俺、勝ち方分かった。誰だっけ？待て。来い。まだ1やで。いや、これ、なんなら。いや、待て。え？ちょっと。俺、これ、キングしかいけないじゃん。よし、いいぞ。いいぞ。これ、いいぞ。待って。ワンチャンキング落ちねえかなこれ。これしっかり防衛からね。あ、待ってよー、あれはしっかりでしょ。ちょっと待ってよ。相手の方が早かったな。しかも行かないとだしな。オッケー。いや、相手頑張ってくれ、どうにか。いや、そう、これは全然。いや、そっちに行くんかい。山、でもまあ。山ってくれ。入るな。ポイズンで、ポイズン2周ですね、焼き鳥の。僕はこっそりこっちが攻めたいですね。一人キング一人だけなんか狙う場所違くねうん、しっかり守んなきゃワンチャンえ待って、なんで待ってなんでいや、守れるキングおった、キングおった守れるでしょ相手めっちゃ焼けてる方攻めてキングおった待って、味方してない敵ラットのいやおかしいでしょあんなナイトスキラーやっぱね、あるんすね、そう、うまさがね急にキング捨てるよ2勝1分け、圧勝っすよ、圧勝マジ、まあね、こういう、なんかね、ちょっとこう、違ったね頭と言いますかやっぱこれは意地が悪い人しかやっぱ回転ですね意地が悪いそういうことなんでねやっぱ相手のそんなさ、やられて嫌なこととか考えられないからさ他人のことを考えられない物は言いようやな物は言いようやなまあまあこういうのも、ね、結構、ね、面白いんでねぜひあの友達とねやってみてくださいはいというわけで今回ねそんなねゆきちゃんのチャンネルに貼っておきます、はい、このことが多分上がるよね多分上がると思う多分まだ未確定ですけどそんな仲良くないんでこのことがあんま飛んないんでね、はい、たまにねはい上がるかわかんないですけどぜひねチェックお願いしますお願いしますという感じで本日はね終わりにしたいと思いますよければ、はい、高評価とかね、コメントもね、ぜひ、どしどしお願いします。では、バイバーイ。